沖先生がお話になったように、我々のデータベースはエピゲノムデータ、チップセックとか、DNA メチル化データだけじゃなくて、トランスクリプトームや あとゲノムデータ、パスウェイデータみたいなものを統合化したいわゆる多層オミクスデータのデータベースを目指しておりまして、まあ、DBTSS という転写解析のデータベースがベースにあるんですけども、まあ、そのところに、DBKELO というものを作ってまいりました。で、まあ、これはですね、ゲノムの座標軸をこう置いておきまして、あとはメニューがあって、まあ、いろんなものをこう選んで、TSS のデータとか ICGC のミューテーションのデータとか、まあ、メチル化の DNA のメチル化データとか、そういうものをこういう形で、要するに立てて、こう座標が合ってる形で見せることができると、こういうものを作ってまいりました。で、人のデータだけではなくてですね、ゲノム支援等で出てまいりますマウスやその他の動物のデータも取り込ませていただいて、同じ形式で、これはですね、まあ、うちだけのあれなんですけど、まあ、人とそれに対する進展のある部分のマッチングを、まあ、ベース単位でやりまして、こう縦にですね、人とマウスのデータが揃って見えるあたりが、まあ、現在の売り物になっております。で、いろんな日本のグループの方から、統合データ私どものデータの方と協力させていただきまして、まあ徳永先生のグループのヒューマンバリアスデータベースですとか、あるいは IHEC のデータ、阿部谷先生たちが出していらっしゃるようなデータも、まあ、今取り込んでですね、それで、検索もできるような形のものを作っております。で、ですね、それから、新しい試みといたしまして、これから出てまいりますそのシングルセルのデータとかですね、からロングリードのデータですとかを取り込む、さらにはこれ私どもがやってますが、時系列データのいろんな変化ですね、こういうものを取り込むようなことを考えているという形で今、作り込んでようやくできたところでございます。で、まあ、まとめますと、まあ、日本あるいは世界のデータでこういうトランスクリプトームゲノム、エピゲノムで、まあ、どうしてもキャンサーのデータが多いですので、まあ、キャンサーとそれからノーマルで、ノーマルのところは、まあ、マウス等のデータも自分考慮してと、さらにシングルセルロングリードあるいは、データのですね、形式的なデータみたいなものを入れ込んで、新しく、作ってですね、公開始めたところでございます。まあ、ゲノムブラウザは、まあ、先ほどお見せしたようなもので、まあ、いろんなメニューをですね、自分で選んで出すことができる。それからRDF ですかね、それで検索機能も実はこれだいぶ懸案だったんですけど実装することができております。それから、まあ、先ほどお話ししたシングルセルができですね、シングルセルのデータも1個のシングルセルについてこういう形で見せることはできるんですね。だけど、まあ、シングルセルで全体像を見たいっていうようなクラスタリングみたいなことを見るときに、まあ、こういうような見せ方ができるブラウザ機能を作りました。それから、ロングリードビューアーっていう、まあ、ちょっと特別なものでですね、そのハプロタイプなどのデータも、まあ、そのこのロングリードデータからリダクトしてですね、それで、まあ、表示する機能をつけております。ま
まあ、さらにですね、まあ、ドラッグパーターベーションで、どういうところがこう、パーターアップしやすいかみたいなものを、まあ、これあのクックしたデータを表示させていただいてるんですけど、これは何ですか、ね、データバイオリンなんか安い、あのなんかそういう表示の仕方になっています。 で、ですので、まあ、こういうようなことがですね、で23コンパウンドを入れて、それで、形式的にですね、がんのセルラインでのエクスプレッションプロファイルがどんなふうに変わっていくか、でデータセット2の方は95で、どういうふうになっていくか、で各遺伝子群でどうなっているかというようなものも、表示できるように、作り込んだ、まあ、ばっかりのところです。それから、これはまあ具体的にですね、こうタートですね、それをやってですね、でスニップがどういうふうに分布しているか、まあ、さらにはこのエピゲノムがどうなっているかといういわゆるがんで、タートがプロモーター変化で発現するようになるといわゆるがん化するというようなことを言われておりますが、まあ、そういうのが見えるとかですね、それからなんかすごい早く進んでますね。これは MTIA のデータで、まあ、ミューテーションがあって、まあ、それをシングルセルデータを見てやると、まあ、その遺伝子がどういうふうにここでこう発現がこうクラスタリングしている中でいっているかとかですね、まあ、あのエピジェネリックなデータがそのプロモーター付近で一体どういう形で変化しているかとか、まあ、あのメチレーションのアンダンシのデータが出てるとか、まあ、こういう形で、やっております。で、あのこうグループとしてはですね、我々のグループ、せっかくがんセンターの土原先生から徳永先生のグループ、それから井上先生のグループと、まあ、緊密に連携をとってデータのやり取りをさせていただいているということでございます。で、まあ、あの先ほど来申し上げているように、こうそのスパークルのやつはですね、まあ、こういうものを入れていただいて やるとですね、あの一応使えるという形にようやくなりました。で、あのちょっと私自身が非常にそのスパークに対しては素人なもので、まあ、これ書くの大変だなと思って、正直思っているんですけども、まあ、あのここの部屋にいらっしゃる方々にとってみると、こういうものを使って非常にあの、フレキシブルな検索ができるようになりましたので、まあ、あのぜひ、今まではですね、本当にお敷地 あのお見せするようなデータがちょっとで取れるという形でございまして、あの、まあ、正直言ってですね、アクセスログを見ると、例えば更新した時にですね、大量にアクセスがありまして、どうもダウンロードしてるみたいな生データを、それで、ダウンロードしたデータをこう書くグループなりが使って、その我々が用意したインターフェースでこう結構解析をしてらっしゃるのはあんまり方はあんまり多くないんじゃないかと思われるようなアクセスログがありまして、まあ、我々としては慣れてるんで、自分たちが作ったインターフェースでやっているんですけども、まあ、あの少しこういう形で、フレキシビリティが検索で出てまいりましたので、まあ、あのいろいろ使っていただいてですね、逆にこういうところはこういうふうにした方がいいというようなフィードバックをぜひいただければと思っております。以上ですかね。あのまあこれ先ほどのタートのどんなふうにやるかっていう、こう具体的なあの何て言うんですかね、ステップワイズのこういうのがあって、まあ、こういうところでこう選んでですね、で表示していくことができると
というようなテュートリアルもつけておりますが、ぜひ来て、意外と自分で言うのもなんですけども不親切なインターフェースになっておりますがめげずに使っていただければと思っております。ちょっと早いですけども以上です。どうもありがとうございました。